ビシャー・カッパトナムは、インドのアーンドラプラデーシュ州の最大都市である。インドの東海岸にあり、ベンガル湾に面した港湾都市である。重工業が盛んで、大きなコンテナターミナルがあるほか、インド海軍の拠点都市でもある。ビシャカパトナム、ビシャカパトナム、ビシャーカパトナム、ビサカパトナムとも表記する。バイザックの略称でも知られる。公用語は、テルグ語である。ビシャーカパトナムの都市名は、仏教教団の外語者ビサーカーに由来している説も、あるくらい、古くから仏教の拠点として栄えた。ボジャンナコンダ仏教遺跡、トトラコンダ遺跡、バビコンダ遺跡とコトゥル遺跡など、仏教遺跡が多く、仏教徒の巡礼は、現在も行われている。また、古代ローマとの貿易関係を持っていた。ビシャーカパトナムの支配者は、カリンガ国、マウリヤ朝、前期チャールキアーサ、パンラバ朝、東ガンガーサ、ガジャパティアーサ、ムガル帝国と変遷を重ねた。その後、南インドがイギリス東インド会社により植民地されると、ビシャーカパトナムはマドラス管区の支配下となった。インドが独立を達成すると、5カ年計画もあり、ビシャーカパトナムは工業化され、また海軍の拠点都市ともなり、人口も独立前の7万人から現在は170万人に増加。インドで GDP が10番目に大きい都市に飛躍した。2020年5月7日、LG 化学の子会社の工場でガス漏れ事故が発生。周辺住民ら11人が死亡、約1000人が病院に搬送、約5000人が体調不良を訴えた。工場は2019新型コロナウイルスの感染拡大の影響により閉鎖されていたが、化学変化等により、容量5000トンのタンク2基からガスが漏洩したもの。ビシャーカパトナムは、アーンドラプラデーシュ州の最大都市である。ビシャーカパトナムはインド有数の工業都市である。鉄鋼業、造船業、石油精製産業などが盛んで、経済特区には国内外のビジネスプロセスアウトソーシングや情報技術、医薬品等の企業が進出し成長している。ビシャーカパトナム港はインドの主要12大港の一つで、取扱造船量はムンバイに続くインド第2の貨物取扱いを誇る。インドは世界有数の鉄鉱石産出国であり、中でもバイラディラ鉱山はインドの主要な鉄鉱石鉱山の一つで、バイラディラ鉱山から採掘される鉄鉱石の積み出し港はビシャーカパトナム港であり、3割は日本向けに輸出されている。インド海軍司令部本部は国防省の統合本部にあり、艦隊に相当するコマンドが3つがある。そのうちの1つ、東海軍コマンドの本部-がビシャカパトナムにある。風光明媚な景色とベンガル湾には美しい浜辺があり、反対側の丘陵には深い森が位置し、アラク峡谷の丘陵リゾートがあり、ベンガル湾には美しいラマクリスナビーチやルシコンダビーチがある。ルシコンダでは水泳、ウォータースキー、ウィンドサーフィンなどができる。漁業も盛んであり、スリランカ、シンガポール、ビルマなどに輸出されている。ありがとうございます。